DN タワー21は東京都千代田区有楽町1丁目13番1号にある21階建てのオフィスビルである。東京都選定歴史的建造物に選定されている。1950年頃の GHQ 同じ外区に存在していた1933年春行の農林中央金庫有楽町ビル終戦後1945年に GHQ に接収され、総司令部本部として使用された1938年春光の第一生命館をそれぞれ部分保存の上、解体、再構築し一体の建物としたものである。第一生命保険と農林中央金庫の頭文字から DN タワー21と名付けられた。本建物の外区には、かつて農林中央金庫の本社屋であった。 農林中央金庫有楽町ビル第一生命保険の本社屋であった第一生命館の二棟が存在していた。春光の50年以上が経過した昭和の末には両社協に再開発を検討していた。そのため両社協同で一体の建物を建設する案が考えられ特定外区制度に基づく歴史的建造物を保存することによる容積率割増しを受け、 超高層ビルを建設する方針が決まった。両社、東京都、設計者の間で協議された結果、特定外区の都市計画決定の歴史的、建造物の保存部分としては、第一生命館の西寄り部分及び、東寄り部分の壁面も含めた北側全部の壁面、及び、農林中金有落町ビル外壁のイメージ保存が認められた。また、 1985年1月20日付で改正された特定外区運用基準では1回エントランスホール部分を公開することで建物内部であっても公開空地の要件として認めていた。これらを条件とする特定外区指定は1989年11月6日に告示され、これによって容積率は基本の1000%に加え、 特定外区制度による割増し分230%を積み増ししての1230%による再開発が可能になった。1988年8月、清水建設にプロジェクト室が開設され、翌1989年に設計が開始された。設計は、清水建設株式会社一級建築士事務所及び、 同社の要望により1989年4月より参加したケビン・ローチによって共同で設計作業が行われた。施主の要求は戦後50年である1995年までの引き渡しであった。第一生命館の東寄り部分及び農林中央金庫有楽町ビルの解体工事は1989年12月に着工した。 第一生命館の北側外壁保存部分には、事前に鉄骨による補強が行われた上、区体の解体工事が施行された。農林中期に有楽町ビルについては、保存、再構築される円柱、拡柱部分が切断され、クレーンで取り外された上、解体工事が施行された。第一生命館の東寄り部分及び、農林中央金庫有楽町ビルの跡地には、 高層棟の起工式が1990年8月14日に取り行われ着工となった。農林中期に有楽町ビルについては一部の保存石材を利用しながらレプリカなども用いられ当初とは異なる位置に異なる形でイメージ再現された。工事は1993年10月29日に完工した。 第一生命館の西寄り部分の改装工事は、1993年10月1日に着工した。外壁は、屋上棟屋部分、新館との接続部分を除くほとんどが保存された。一方の内部については、小型重機が搬入され、工術の保存室を除く、すべての内装、設備、共用部及び一部の躯体をそれぞれ取り壊し、 一切の間取りを変更する大改造が行われた。屋上は8階及び9階の塔や放射砲跡を撤去した後に8階に全面ガラス張りのカフェテリアが増築された。1995年9月18日に完工し、すべての工事が完了した。解体前は外区中で L 字型の建物であった第一生命館は、 西寄り部分を大きく保存した上、東寄り部分は北側の壁面のみを保存して解体し、本来第一生命館は存在せず、農林中金有楽町ビルが存在していた、東寄りの南側壁面にまで第一生命館のファサードイメージが延長されている。一方の農林中金有楽町ビルは外壁のみを保存した上解体され、 本来農林中金有楽町ビルは存在せず、第一生命館の東寄り部分が存在していた、北寄りの東側壁面にまで農林中金有楽町ビルを連想させるファサードが延長されている。構想部分は農林中金有楽町ビル及び第一生命館の東寄り部分があった東側に建設されている。第一生命館 農林中央金庫有楽町ビルともに、戦時中の金属教室により失われた外装の縦具かなもの類の一部は、DN タワー21への再開発を機会にレプリカを持って再現された。第一生命館の西寄り保存部分については、6階のマッカーサー記念室及び貴品室が現状保存され、6階大会議室及び6階小会議室は、 ホワイトブロンズ製の扉などの一部の部材を再利用、再構築するイメージ保存となった。この他の、イタリア産の大理石を用いた、営業室、金庫室、設備、共用部などは保存の対象とされず、すべて取り壊され、当初の間取りは、蒸気の保存室を除き一切が変更された。また、蒸気保存室も含め、窓枠はすべて当初のスチール製二重窓から、 アルミサッシに変更された。第一生命館の東寄り部分については、北側壁面のみの保存となったため、すべて失われた。また、農林中期に油楽町ビルについても、壁面のイメージ保存のみとなったため、すべて失われた。ありがとうございます。